ビーカーはお湯を入れて沸かしてください。ガスバーナーで沸かしてください。温度はアルコール温度計で測ってください。紙コップには 50cc の水を入れます。こちらの温度はデジタルで測ってください。それぞれに1円玉50枚、10円玉11枚、鉛の重りは小さい方ですね。これをお湯につけて100度にしてください。それをお湯から上げるときに水を切って、水に入れます。水を切って、お湯を切って水に入れます。鉛も水をお湯を切って水に入れます。それぞれの温度がどこまで上がるかを、ゆすりながら測ってください。アルミが温度を上げるでしょうか、鉛が温度を上げるでしょうかっていう実験がグラム比熱の実験です。1円玉50枚、これは10円玉11枚、鉛の小さい方、すべて50グラムです。もう一つの実験は1円玉が27枚、これ1モルです。10円玉は14枚、1モルです。鉛の重りは大小2つ入れます。水は、これちょっと大きいので100ミリリットルにしましょう。同じようにお湯につけて100度にして、水に入れます。水に入れます。で、しっかり揺すってもらって温度がどれだけ測るか上がるかを測ります。モル比熱の実験になります。1円玉を何？どうする？あげます。あげます。だいぶダメ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 。お湯から上がる前に手に持ち替える。上がった上がった、手にも、もう遅い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 。はいはいはい。違うって早く入れてや。はい、今のダメなパターンです。全然椅子がない。